早く殺せよ。早く殺せつってんだよ。そうだ、早く殺せ。この勝負はそういうルールだろうが。何やってんだ、早く殺せよ。誰や今俺に一人増えても問題ない言うたやつは。お前か。お前か。お前ら殺せ殺せ言うてるけどもやな、こん中でほんまに人殺したやつがおるんか。こら、ええか、教えといたるわ。人を殺すっちゅうはな、人を殺すっちゅうはな、ごっつ怖いもんなんじゃ。25年前のあの日から俺は毎日必ず夢を見る。18人殺した日の夢や。殴ったやつの頬の感触、骨が砕ける瞬間の音、悲鳴、死んでいったやつの顔、全部が事細かに夢に出る。死んだ人間の家族に申し訳ないとか、そんなんは当然思う。せやけどな、せやけどな、そんなもんちゃうねえ。人を殺したらな、殺した人間は恐怖から逃げられへんねえ。毎日毎日怖い思いせなあかんねえ。それがどんなに苦しいことかお前らにわかるか。くだらん、こんな勝負は。俺は降りる。